作家の重信です。演んすの土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、彼女は綺麗だった。第七話、いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、いよいよ佳境ですね。ねえ。えだったなんか、うん。ついに。ええー、正体が明かされてれ、というね。うん、ところですね。はい。はい、えっ、ー、と、三分の。 はい、ところなんですけど、小柴さんと佐久間さんのところすごくいい交流をしていたと思いました。うん、で、なんだろうなその上ですごく微妙ななんだろうな、うん、質感だったりこの距離感だったり、うん、が出てたと思います。あの多分体のから、うん、の反応を使ってでそれでやってるんだと思うんですけど、これ素晴らしかったと思います。良、うん、かったです。そうですね。まあその目撃してしまって。うん まあ部屋に戻ってきてっていうところですから、あそこはあの照明の影を使った感じとかもすごく良かったです。二、うん、人の心情がすごく現れてたし、そうあの繊細な関係性をね綺麗に表現されてましたね。はい。素晴らしいです。うん、で,で次が8分のところ。はい。小柴さんと赤そさんのこう昨日を思い出すところみたいなのがこうちょっとここでポンポンって入ってたんですけども短いんですけども。うん でもね、それ二人とも、ね、すごく、ね、体に響いていましたね。素晴らしかったと思います。うん、あの本当に、うん、あの役を自分のものとして感じてで、うん、自分から出るものを使っているという素晴らしい演技でした。素晴らしかったです。そうあの切ないし悲しいしっていうのを感じて表現してるっていうところでしたね。うんうん、素晴らしかったですね。はい、で、えー、次が16分のところ。はい、佐久間さんと 赤楚さんの電話のところがあったんですけど、うん、ここもね綺麗でしたね、うん、交流してましたねでここもねお二人体がね響く響く、うん、<laughs> 佐久間さんはねその後ろめたさというか、うん、もうありつつなんかね,そうです,ねすごい良かったですねやっぱこの4人の四角の関係がすごくいいですよねこのドラマの鍵というか、うん、やっぱ肝ですよね、うん、はい。 えー、次が27分。はい、小柴さんと、えー、中島さんの屋でのところ。す,ね、すごくね、綺麗な交流でございましたね、うんであの。中島さんの昔からの友達みたいなところね、特に素晴らしかったですね。それを受ける小柴さんも非常にね綺麗、うん、な体の反応をしていましたね。で、やり取りがね、素晴らしかったですね。 あの体の反応のやり取りになっていて、あったと思いますセリ,セリフもまあもちろんやり取りしてるんですけど、うん、体の反応のやり取りが素晴らしかったと思います。そうですよね。あそこもでも難しいシーンですね。こううん、言葉と裏腹にっていうところだったですよね。そう嬉しいけど、避ける、拒絶するっていうところでしたね。そして最後40分。はいえー 小柴さんと赤楚さんの立教でのところ、うん、これもねすごいね切なくていい交流でしたね、うん、自分を使っている、うん、でその後のまさかの中島さんとのあの電話ここもいい強い行動と綺麗な交流でしたねやっぱねそうですねあのね 行くなと会いたいの戦いでしたね。行くな VS 会いたいの戦いでしたね。そういうん。いや、素晴らしかったですね。素晴らしかったね。うん。そして、走り出していくっていうね。まあ、一番の山ですよね。いや、そうだね。あれですよ、やっぱりこれを見たくて、ずっと見てきたわけですこの山あり谷。そうですよ。そうですよ。1話からね。ね。そう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 。 ね、いかにしてここに行くかっていうのをね見たいっていうところありますからねはいそうだようーんいやーはいでもまあまだあと3話ぐらいこう続くんだろう何かあるんだろうこっからね多分ね <laughs> あとはあのね編集部がどうなるかみたいなね <laughs> 話が多分次回はきっとねあるんでしょうし、ね、そう赤楚さんと佐久間さんとかもどうなっていくんだろうっていうねまだね気持ちの整理が 今後、ね、どうやってつけられていくんだろうみたいなところもちょっと楽しみですよね。というわけで、えー、彼女は綺麗だったの第7話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はいえー、この動画、少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思いまますすどうぞよろしししくおお願願いいいたします。お願いします